これなんだろう、ユーモア、なんか人生にはユーモア大事ってすごく思ってるところあったりするので、なんかどんな時も楽しもうみたいな、うんうん、一緒にお稽古してる時とかもね。そうですね、お稽古してる時とかも、はい、あ、そういうのもあったし。なるほど、それもよしこさん共通するかもしれませんね。あのよしこさん、あの割と、まあ、モノローグで日記でこう心の中がずっと表現されていくので、彼女の中の内面に起きていることがこう全てこう見ていただく方には伝わっていくと思うんですけど、なんか人って生きてるとこう何か行動したり、人と相対したり、こう景色を見たり何かするために、まあ、心の中にはいろんなことが起きてたりするじゃないですか。そういう意味では、あ、よしこさんとちょっと違いますが、割と自分もいろんなことをこう いろんなイマジネーションが割と広がっていくタイプなので、何か、うん、なので、うん、そういう意味では共感と言いますか、うん、っていうのはありました。この作品のお話をいただいた時が、ちょうど私お休みに入ってる時でして、まあ、いつもアウトプットして、そしてまあお休みの時に、まあ、インプットする時間を過ごしたりするんですけど、まあ、たくさん本読んだり映画を見たり演劇に足を運んだりとか、そういう時間があるんですが、そんな時にお母をいただいた作品で、ちょうどこう作品に丁寧にじっくりと向かいたいなというふうに思っていた時に、こんな素敵な作品を大久監督からオファーをいただけたので、本当にぜひにと思いまして参加し、そしてこのキャストの皆さんとともに丁寧に、作り上げた作品です。ご存知でした？申し訳ございません、あまり、はい、存じ上げておりませんでした。そう、新たな出会いですね。コント の動画とかもそんなに、ええ、見たことがなかったので、はい、本と原作を読ませていただいてっていう感じでした。はい、なんかひたむきさというか、ちょっとおこがましいかもしれないですけど、優しさだったりだとか、はい、どう清水さんは今気抜いてたでしょ？いやいや、気抜いてないですよ。ダメだよ、気抜いてないですよ。うん、助けて、決して抜いてないです。先輩から来ましたけど、清水さんはそうですね、僕は割となんか重なる部分がありました。うん、なんか温度感っていうか、話してる、カメラ回ってない時に普通にこう現場で話してる時とか、あとはこう松行さんのこう一個一個の行動みたいな、よしこさんだなってなんか思いながらこう横にすっていました。